三杉地域は市の西南に位置し、中央には雲津川、西部には名張川が流れ、大洞山、黒須山をはじめとする1000メートル級の山々が連なり、雄大な自然に囲まれています。はじめに訪れたのは三杉町下野川にあるヒストリーパーク塚原オートキャンプ場です。こちらのキャンプ場は広大な敷地内に川が流れる自然豊かなキャンプ場です。管理人の方にキャンプ場を案内してもらいました。ようこそヒストリーパーク塚原へ。当キャンプ場は広大な敷地にバーベキューサイト、それから、キャンプサイト、流しそうめんサイト等がありまして、皆さん喜んで、ゆっくりと遊んでくれる場所を提供できるキャンプ場です。それではキャンプサイトをご案内させていただきます。はい、こちらが、キャンプサイトです。サイトの数としては50サイトあります。そのうちの30サイトが電源付きサイトでございます。電源付きのキャンプサイトもあるので、電灯やホットプレートが使えるのでとても便利だということです。はい、こちらは東屋で雨天でもやれるバーベキューサイトです。このサイトは公園も近くて、家族の方に大人気です。はい、こちらでは流しそうめんを楽しむことができます。大自然の中で流しそうめんが楽しめるとあって大変好評のようです。こちらの池では魚のつかみ取りができ、子供連れのお客さんに大変人気でおすすめです。このほかヒストリーパーク塚原オートキャンプ場ではニジマスが釣れる釣り堀や、竹を使って昆虫や器などが作れる竹細工、川遊び、昆虫採集などを楽しむことができます。はい、ヒストリーパーク塚原オートキャンプ場は、小学生並びにお子さんが楽しんでもらえる、そういうキャンプ場にしたく頑張っております。つかみ取り、魚釣り、流しそうめんと皆さんに喜んでもらっています。キャンプ場の心得として安心で安全な設備場所であるということで努めております。皆さんもぜひお越しください。次に訪れたのは三杉町谷地にある標高700メートルに位置するスカイランド大洞キャンプ場です。標高が高い場所にあるため夏でも涼しく過ごすことができます。施設の方にキャンプ場を案内してもらいました。こんにちは、スカイランド大洞へようこそ。施設内をご案内いたしますのでどうぞ。こちらがフリーサイトです。ここからの眺めは最高ですよ。テントサイトは見晴らしの良い高台にあり、天気の良い日は遠く伊勢湾まで見渡せる大パノラマが広がります。また夜には満天の星空が楽しめるということです。こちらが台付きサイトになります。全部で16区画あります。台付きサイトの近くには炊事棟があり、炊飯やカレーなどの調理に大変便利だということです。またこちらではキャンプファイヤーも楽しめるそうです。続いてはパターゴルフ場になります。全部で18ホールあります。山の中のパターゴルフ場ということで起伏が激しく大変難しいコースだそうで、地元の方をはじめ
三杉地域を訪れる観光客に楽しまれているということです。こちらが天文台になります。中を見せてもらいました。こちらでは街の明かりに影響されることなく天体観察ができるということです。キー操作をするだけで見たい星を即座に探せるコンピューター制御付きの天体望遠鏡とのことで、初心者でも気軽に楽しめるということです。今年は新たにひまわり迷路を作りました。このひまわり迷路、スタートからゴールまでは最短でおよそ90メートルだということです。無料で楽しんでいただけますので、夏休みの思い出を作ってみてください。キャンプ場を後にし、最後に訪れたのは道の駅三杉です。ここ道の駅三杉はバリアフリーとなっていて、人に優しい純木造建築です。中に入ってみました。こんにちは。こちらでは地元三杉材の販売展示、三杉地域の特産品の販売や各種食事、ソフトクリームなども楽しめます。道の駅三杉は森林の癒し効果を生かして心と体の元気を取り戻そうとする森林セラピーのコース発着地点でもあり、観光客の憩いの場として活用されています。また毎月第1、第3日曜日の正午から苔玉教室と石に絵を描くストーンアート体験を開催していて、にぎわいを見せているということです。今回は自然あふれる三杉地域を巡りました。この夏は楽しい思い出作りに、家族連れや友達同士で三杉のキャンプ場を訪れてみてはいかがですか。道の駅三杉へは伊勢自動車道久井インターチェンジより車でおよそ60分、津市コミュニティバス小津から徒歩2分です。